どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、抜け毛について紹介します。はい、ということで、最近お客様だったりとかで、この前ちょっと YouTube ライブさせていただいたんですけど、その時にやっぱり抜け毛について、結構聞かれることが多かったので、またちょっと今日はちょっと紹介させてもらおうかなと思います。で、まず、大体この状態ね、シャンプーとかね、お風呂上がりの時に多分濡れてる状態で結構そのまま放置される方多いかなと思うんですけど、まあ自然乾燥である程度乾かしてから、ドライヤーやってあげることによってすぐに乾くと。で、そういう風にやる方が結構多いかなと思うんですけど、まあそれをやることによって、ちょっとね、まあデメリットというか、まず、頭皮って結構細菌がいるんですけど、それがね、濡れてる状態っていうのは結構繁殖します。まあそうなることによって、例えばですけど、その毛穴がちょっとね、詰まりやすかったりとか、で、皮脂がすごくたくさん出やすかったりとか、あとは、匂いが出てきたりとかして、で、結構ね、頭皮のトラブルになることが多いと。で、まあ、頭皮自体がちょっと冷えるので、まあそれで血行が悪くなって抜け毛が多かったりとか、ヘアサイクルが乱れたりとか、結構ねそういうことも結構多くなってくるんですね。で、そのまま、それでまあ乾かせたらまだちょっと100分ずってまだいいかなと思うんですけど、でそのまま寝てしまうパターンっていうのが一番最悪で、で結構もう寝てしまうと細菌がもっとこう繁殖してしまうってなると、まあさっき言ってた匂いだったりとか、皮脂が出てくるとか抜け毛の原因っていうのがもうちょっとこう広がってくる可能性になるので、なるべく早く乾かした方がいいかなと思います。で、濡れてる状態って髪の毛のツヤだったりとかね、キューティクル、でこう鱗状になってるところがあるんですけど、そのツヤが、ちょっとねこうキューティクル開いてる状態なので、で、そのまま放置してしまうと髪の毛の中の栄養分が外に抜けやすかったりとかするので、パサつきだったりとか乾燥の原因にも、なってしまうということなので、早く、乾かす方がいいです。なんですけど、まあ暑くて早く乾かせないという方って結構いらっしゃるかなと思うので、でそういう方って僕もこの前お客様に聞いたんですけど、膝あるじゃないですか、自分のの裏側の部分をシャワーの冷水でわーっと冷やすんですよ。で、30秒ぐらい冷やすと、全体的に体がちょっと冷えてくるので、で、そのままお風呂出てもらって、で、ドライヤー乾かすと、そんなに熱くないっていう。結構これすごいですよね。なんか僕もあんまり知らなかったんですけど、多分知られてる方は知ってるかなと思うんですけど、やっぱりね、そういうとこ冷やしたりとかすると体が冷えるっていうんですけど、結構ね、お風呂上がりでやられてる方って多分なかなか少ないかなと思うので、ちょっと一回騙されたと思ってやってみてください。僕もね、めちゃくちゃ暑い時はやってます。ただね、30秒は長くかけてられない。ちょっと冷たってなると思うので、そこまではできないんですけど、ちょっとね、10秒、20秒くらい、まあやったら、多分ね、全然体が冷えてくるので、で、その状態で乾かしてあげるのが一番ベストかなと思います。それで多少抜け毛も減ってくれるかなと思うので、ずっと濡れてるまま放置されてる方は、一回その方法でやってみてください。あと、こういった感じですね。結んでる方って結構多いかなと思うんですけど、結構ね、お客様とかでも言ってるんですけど、結んでますかって聞くんですけど、で、大体、普通に人って1日抜ける量っていうのは大体100本ぐらい抜けるって言われてます。で、普通に生活してて、例えば下ろしてるスタイルとかだったら、そのまま結構ね、普段の生活してると、多分ポロ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 抜けてると思うんですよ。たまになんかね、こう背中とか白い T シャツとかシャツとか着てる方とかって、たまに抜けてるところってね、抜けてる髪の毛を見たりとかするかなと思うんですけど、なんかそういう風にして自然に抜けてます。なんですけど、こう結んだりしてることによって、その本来ね、普通に普段生活してたら抜ける髪の毛が結んでるからこう抜けない状態になってる。で、そのままこう一日過ごして、で、夜お風呂入るときに外してシャンプーすると、ね、昼間抜ける、朝とか昼で抜ける予定だった髪の毛が抜けてなくて、シャンプーの時に一緒に抜けてしまうので、かなり抜けてるように見えると。多分そういうこともあるんじゃないかなと思ってて。で、だいたい100本ぐらいは抜けるので、で、ロングヘアの方とかだったら、1本抜けた感じが、だいたいもうなんかこう、排水口行ったらもう3本ぐらい抜けてるようにこう見えたりもするんですけども、
こうぐにゃぐにゃになっちゃって、でそういうことって結構自然なので安心してもらったらいいかなと思ってます。でそれでも結構ね、いやこれは異常だなっていうぐらい、抜けてる量であればもう本当にバーッと洗ってゴッソッてこう毛束が取れるとかってなると、まあ何らかのね原因があるかなと思うので、多分ね、まあストレス的な原因があるかなと思うんですけど、まあ美容室とかに行ったりとかしてちょっとね見てもらったりとか、誰かにね家族の方に見てもらって、でもしこう円形みたいなものができてたらまず病院に行った方がいいかなと思います。で病院に行くと、まあお薬もらったりとかして、まあ治りが早くなったりとかもするので、まあ、病院に行ってもらって、でも大体の方はまあ普通にこう生活しててもう抜ける量が抜けてるぐらいかなと思うので、そんなに気にしなくてもいいかなと思ってます。はい。で、あとやっぱりその例えばですけどね、こうワックスとかつけられる方、まあ男性の方とかも結構つけると思うんです。ジェルとかつけたりとか、でそういう方とかもだいぶねやっぱりこう最後にシャンプーする、一日それでねまあスタイリングしてて。で家帰ってこうシャンプーするときは結構ガバッて抜けたりするんですけど、その方も同様で昼間とかにね抜ける自然に抜けるものが、ジェルとかワックスをつけてることによって抜けなくなって、でそのままこう最後のシャンプーとかにこうガバッと一緒に抜けたりとかするっていうこともあるので、まあそんなに気にしなくてもいいかなと思います。なのでこれは自然なことなので、ちょっとね心配になるかなとは思うんですけど、ちょっとね、普段の生活というかね、何もつけない、整髪料つけなかったりとか、あとはまあ普通にこう、結ばない状態で一日過ごして、シャンプーした時に抜ける量と、あとはまあ普通に結んでるね、普段の結んだりとかワックスとかジェルとかつけてる状態で、シャンプーする状態で抜ける量と、両方比較すると多分ね、全然違うかなと思うので、で、それが違うかったらもう全然問題ないかなと思うので、ちょっとね心配な方は一回それでちょっと試してもらえるといいかなと思います。で個人的になんですけど、やっぱもう今からね秋なので、でやっぱそのね紫外線だったりとかでね、こう頭皮が結構やられてたりとか、する方もね結構多いかなと思うので、そういう方はまあ基本的にねヘッドスパ行ったりとかするのもおすすめですし、自宅でね頭皮の、クリームとかを塗って自分でこうマッサージするのも一つの手かなと思います。でそうすることによってね、汚れをしっかりね落としてくれたりとか、結構ね頭皮のダメージを保湿してくれたりとか、あとはねマッサージすることによって血行促進、まあ、血の巡りが良くなって、健康的な髪の毛が、生えてきやすくなるかなと思うので、なんかそういうことをやってあげるのも、一つの手かなと思いますので、ぜひ、この秋はね頭皮ケアと、ヘアケアもしっかりとやって綺麗な髪の毛に、するようにしてみてください。で抜け毛のことなんかは本当にね僕専門でもないんですよ、まあ、美容師って、どちらかというと髪の毛を、スタイルを作る専門なので、またね、なんていうんですかね、こう抜け毛に関してとかめちゃくちゃ詳しいかっつったら多分ねそれはもう、皮膚科だったりとか専門の分野の方が結構全然詳しいかなと思うんですけど、まあ、ある程度のことの知識は、まあ、美容師だってちょっとね、あると思うので、まあ、いつもね、通ってる美容師だったりとかに聞いてもらって、ちょっとどう、最近こうなんだけどっていうので、相談してもらって、じゃあ多分こういう風にした方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをね、いただけたりもするかなと思うので、まあ、確かにね、その頭皮環境っていろいろあるので、まあ、こうやってちょっと動画でさせてもらってるんですけど、やっぱね、ちょっと見ないとわからない部分も多少あると思うので、自分のね、いつも通ってる美容師さんに相談するのも、一つの手ですし、僕がさっき言ったことを、まず実践していただいて、ね、それでね、クリアというかね、不安がなくなったら、それはそれでいいかなと思いますので、ぜひ、よかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。